うも皆さんこんにちは、レッドです。皆さんは以前私がハイゼットにパイプバンパーを取り付けたことを覚えていますか？取り付けはできたもののフロントバンパーとパイプバンパーの隙間がかなりあってかっこ悪いです。こちらがその時のパイプバンパーです。撮影はしていないんですけど、根元の部分をぶった切って5センチほど短くしました。そのおかげで取り付け位置がベストな状態になりました。そして今回の作業はただ切って短くするだけなので、前回の動画とそこまで違いがありません。なので省略させていただきました。で、今回は新しい道具を手に入れたのでリメイクしていきます。それではパイプバンパーの加工作業、レッツスタート。今以上にかっこよくしちゃうぞ。プリ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 。前回取り付けたパイプバンパーの取り付けが気に入らなかったので、今回はリメイクしていきます。個人的にはサイド部分が寂しいなって気がするので、こちら段ボールでイメージを作りました。このようにプレートを取り付けることによってバランスが良くなるんじゃないのかなと私は考えております。まずはこちら 1.6 ミリの鉄板です。この仮で作った型紙をベースに加工をしていきます。曲げるポイントを決めたので、いよいよ新工具の登場です。それがこちら、プレスブレーキアタッチメント。こちらのお値段なんと 22,780円でございます。このプレス機と組み合わせることによって使うことができます。もともとついていたパイプバンパーのプレートと同じ角度にすることができました。これはね、もうプレス機がないと無理だね。今作ったこのプレートをここに合体。だけどここのパイプが後ろに曲がっているので、こんな感じでつけようと思ったらはみ出してしまうので、余分な部分をカットします。もう段ボールで型紙を作っているので、これぐらいね、ざっくり切っちゃいます。まあこんな感じにはまるようになりました。で、今回このフレームに直接溶接をするのではなくて、着脱ができるようにここに台座をね、一旦作ります。あとはデザインを決めていくだけなんですけど、今回私が考えたデザインはこちら、ホンダアコードユーロ R についていたフォグランプです。ちょうどここがね、斜めになっているので、このフォグランプのこの斜めをうまいこと移植したらいい感じになるんじゃないのかなと考えております。うん、取れました。ベースとしてはかなり良さそうです。次に裏からフォグランプを固定するためのステーを取り付けていきます。
いい仕上がり。これで今台座にフォグランプが取り付けできたんですけど、今の状態だとグラグラしてしまいます。そこで角度調整ができるようにネジを取り付けてあげます。そしてここに穴の追加をしました。こうすることによって角度が調整できます。もうめちゃくちゃ実用的。続いて台座を一旦固定したいので穴を開けていきます。そしたら次にサイド部分を作っていきます。そしたら一度固定をしていきます。まあこんな感じに固定ができるんですけど、片側だけで止まっています。なので反対側にもね、止めるところを作ります。これで固定がしっかりできるようになりました。形が完成したので、今から塗装用に足付けをしていきます。磨き作業と脱脂作業が終わったので、今からプラサフを吹いていきます。はい、プラサフが完全硬化いたしました。そしたら次にこちら、ラプターライナーのブラックで塗装していきます。このラプターライナーの塗料はめちゃくちゃ硬いんです。カチカチや。中身には取材と硬化剤が入っているので、この硬化剤をタンク内にまるっと入れちゃいます。まるまるもぐもぐみんな大好き。そしてキャップを閉めて2分間しっかり混ぜる。取材の粘土がかなり固めなので、ほんとしっかり混ぜないとね、混ざりません。ちゃんと混ざらないとね、硬化不良になってしまうので、しっかり混ぜましょう。ガソリタイムだけ。よし。そして今回はこの容器を塗料カップとして使っていきます。こちら専用ノズルをセットしていきます。そしてさらに専用のエアガンをセット。そしてあとはエアホースをつないでトリガーを引けば先端から塗料が出ます。
そして突出量の設定はこの先端を回すことによって調整することができるので、まあ、最初は絞った状態で様子を見てください。そして適正塗装温度が20度前後なので、今からこの温度で塗装をしていきます。そして今回使用するノズルの噴射パターンがかなり狭くて、まあ、通常のものと比べるとこれぐらい違いがあります。なので塗装するときにはね、結構距離をとって塗装する必要があります。一番最初は表面をしっとりとした感じにして、その後は距離を離せば離すほど表面がボコボコした感じに仕上がるので、そこはお好みによって調整をしてください。これが1回目の塗装です。5分ぐらい経過したらもう一度塗装していきます。今3回塗装しました。最後に表面を整えるために離したところからパラパラっと拭いて表面を整えていきます。表面がボコボコした感じに仕上がりました。自然乾燥で完全硬化にかかる時間が10日間なので、その間は重たいものを乗せたり水に濡れないように注意してください。ということで塗装がしっかり乾きましたので、車体に取り付けていきます。よし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 。今片側にカバーを取り付けて、もう片側にカバーを取り付けてない状態です。皆さんはどっちが好みですか？私はやっぱこの新しく作ったやつがかっこよく思えます。そしてパイプバンパーとバンパーの間を5センチ短くしたことによって、より一体感が生まれました。そして何も考えずに作った結果、ほらここのクリアランスギッチギチ。はい、ということでパイプバンパー貝完成いたしました。素晴らしい。まず表面自体の質感もラプターライナーを吹くことによってゴツゴツした仕上がりになりました。なんかワイルド感が増しましたね。そして最初はただ穴を開けて終わりの予定だったんですけど、アコードのフォグランプが転がっていて、それがねいい感じにマッチングしてくれてすごく良かったです。ただ今回はバルブがなかったので、もうそのまま取り付けております。もう今回の作業大満足です。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信する先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。